ごくごく簡単に体験ができる、マインドフルネス瞑想から体験をしてみましょうと。でところがこのマインドフルネス瞑想っていうのは黙って行う瞑想法であるがためにですね、実際にマインドフルネス呼吸法や座禅を行ってみると、人は思考や感情、心配、願望、苦悩などの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなんです。でせっかくですね、雑念を抑えるというふうなことによって、脳の機能とか身体機能を高めようという瞑想なんですけども、普通の瞑想法ですと、もう最初のうちはですね、雑念を抑えるということを思い切りやらないといけない。というのは、この雑念を抑えるというのは非常に難しいことなので、これで多くの人は挫折してしまうんですね。ですから、この頭の中で思考や感情を自動的につなげて、止まらない状態をそれが引きに行きに、というちょっと情報で、モンキーマインドというのをしたわけなんですけども、いかにこのモンキーマインドが瞑想の妨げになるかというのをですね、これからですね、瞑想でですね、確認していただきましょうと。だからこの雑念を浮かばせないようにするというふうなことが一番いいんですけども、浮かばせないようにするというのはなかなか難しいんで、浮かんだら手放すという、こっちの方をですね、雑念が浮かんだら手放すんだという、これをしていった方が生産的なんですよね。ですからマインドフルネス瞑想、そもそも瞑想法もそうですけども、浮かんできた雑念をそのまま頭の中で展開してしまいますと、うつ病の原因になってしまったりとか脳の疲弊の原因になってしまうんですけども、それを行わないようにするために雑念を流すんだと。で、その瞑想の状態にですね、容易に入れるようにするためにどうするかっていうと、座って背筋を伸ばして姿勢を整えて気のエネルギーの流れを良くすると。で、深呼吸をずっと、腹式深呼吸をずっとしていくのはいいんですけども、腹式深呼吸をしたりとか、結果不在で座ったりなんかするというふうなことを練習するのに今立ち上がかかってしまうので、腹式深呼吸じゃなくて普通に深呼吸を行いましょう。で深呼吸を1、2度行った後は目を閉じて普通にその鼻呼吸を始めてみましょうと。で、あれをの呼吸に意識を向けていってですね、結局やんない一番重要なことはここなんで、これが実現できればいいわけなんですね。っていうのをこの方で5分ほどやってみましょうと。5分なんで雑念もですね、どうにか抑えられる範囲内であるんですけども、でも浮かんでくると。で浮かんだら目の前にエネルギーの流れ、体の流れをイメージしてその中に流れ込んで雑念を行わさないようにするというふうなことをするというのがですね、重要なところですね。っていうようなことでですね、瞑想というのは、単調な刺激を脳に与えることによってセロトニンの分泌を促すというふうなことができれば瞑想の状態になるんですけども、この単調な刺激っていうのは、この普通に鼻呼吸を普通の速さでしてしまうと瞑想の状態にならないんですけども、ゆっくりと思いっきりゆっくり吐いて思いっきりゆっくりするというふうなことをやっていればですね、単調なリズムを脳に当たることができるので、瞑想の状態になると。でこれよりももっと腹式深呼吸を行うと、もっと強烈にですねリズムを取ることができるので、だから腹式深呼吸になっているその場合には腹式深呼吸を行ってですね、これでリズムを与えることによって瞑想の状態になればいいという感じです。といったわけでこれからですね、5分ほど、この5分だと分かんないけど、じゃあちょっともう1本増やしまして、6分間の、瞑想でもってですね、自分自身の中で雑念がどんだけ浮かんでくるんだろうと、で浮かんできたら当然本当に流せるんだろうというふうなことをですね、体験してみてみます。で、何かマインドフルネス瞑想だと特別なことをやるかというと、ただこれなんですよ、マインドフルネス瞑想。これで、これに慣れてきたら、こういったところのですね、鼻とかお腹に意識を向けるだけじゃなくて、体全体に意識を向けて、いろんなことを、気づきを得るというふうなことをしたりとか、あるいは、街の静かなところをですね、街中だとまずいんですけども、静かな、安全な場所をですね、ゆっくりと歩いていくことによって、その時にどんな気づきが浮かんでくるかとかですね、それから何かを食べるという。そういった行為をすることによってどんなふうな気づきが自分の中に浮かんでくるかという、その日常生活のさまざまな行為に意識を向けてですね、そこからの気づきを得るというふうなことがマインドフルネス瞑想ですね。ですから非常に単調なんだよ、飽きちゃうんですね、それだけだと。これなんで、なかなかですね、こういったものが世の中に広まっていかなかったということが起きてしまった。